激戦を前にしてスタジアムは大いに盛り上がっています。今日も熱狂的なサポーターが大勢詰めかけ、思い思いに応援も始めました。これから行われる熱戦の中で両チームの選手たちはどんなプレーでこの応援に応えてくれるんでしょうか。生中継でご覧ください。勝利の女神が微笑むのはどちらか、 EATV でご覧ください。サッカーファンの皆さん、こんにちは。今日もサッカー中継をお楽しみください。スタジアムはすでに大勢のサポーターで埋め尽くされました。この試合の実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしました。さて、誰もが待ちに待っていたこの試合、見逃せない試合になりそうですね。この一戦もなかなかの好カードになりましたね。サポーターもチームの勝利に大いに期待しています。ここはいい試合を見せてほしいですね。ホームチームのスターティングメンバーです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。こちらがエバートンのスターティングイレブンです。ゴールキーパーはピックフォード、ターコウスキーとキーンがセンターバックに、そしてトップはカルバート・ルインです。エバートンのホームはグディソンパークですが、リバプールの本拠地アンフィールドとはほとんど離れていません。ライバルチームの距離がここまで近い街はあまりないかもしれません。さあ、キックオフ、エバートンがボールを動かします。いいパスだ。このシュートは大きく枠の外、丁寧に狙ったようですが逆に力が入ったかもしれませんね。パスをカット、攻守が入れ替わります。ドミニク・キャルバート・ルイン、ここで決められるか。あっと旗が上がりました。オフサイドなのでノーゴールです。本当に微妙なタイミングでしたよね。まあ狙いは良かったと思います。いいロブですね。このパスからチャンスを作れるか。このプレーはホイッスル、エバートンにファウルがありました。カットします。イドリッサ・グイエ、ジャック・ハリソン、勝ち越したい。素晴らしいタックル、ピンチの芽を摘み取りました。オフサイドの判定でプレーが止まります。
パスミスでしょうね。ボールは相手に渡っています。ジャック・ハリソン、ロブで裏を狙います。チャンスになりそうだ。シュート、シュートはキーパーがセーブ。これはショートコーナー、決まるか。1点リードにできるか。相手にポゼッションが移ります。エバートンにファウルがあったようです。さあ中にボールが入ってくる。中に選手がいましたが全員見送りました。ドミニク・キャルバートルイン、ジャック・ハリソン、ここは味方を使います。今のパスで完全に崩しました。決まれば1点リード。ここはキーパーが死守、キーパーが弾いた。ボールはバーに当たりました。オフサイドの旗が上がりました。たまたまボックス内で待っていたところにボールが来た形になりましたね。もう少し最終ラインを意識して位置取りをした方がいいでしょう。浮かせたボールで味方を走らせます。通ればチャンス。カルバートルイン、おっとここはキーパーがセーブします。パスをカットします。さっきのスーパーセーブに阻まれなければ均衡を打ち破れていたんですけどね。ボールパーソンからボールが渡されてゴールキックからのリスタートとなります。いいタイミングでカットしました。シュート、ゴールを許さない。キーパーがセーブ。コーナーです。得点を決めてリードできるでしょうか。ショートコーナーを使います。ディフェンスが冷静に処理します。イドリサ・ゲイエ、カルバート・ルイン、ゲイエ、イドリサ・ゲイエ、パスは通さない。
前半終了を告げるホイッスルが鳴り響きます。この選手ですが、ここまでは期待通りの活躍ができていませんね。ゴールの予感がしませんよね。相手に抑え込まれてしまっています。勝ち越すためにはもう少し工夫が必要なんじゃないでしょうか。さあ、後半がスタートしました。この試合のオープニングゴールはどちらのチームに生まれるんでしょうか。シュートチャンスに歓声が上がる。ブロックで守った。強烈なシュートはわずかに枠の外。ヤングがこの位置です。イドリサ・ゲイエ、ジャック・ハリソン、いいパスだ。見ていた。イドリサ・グイエ、ジャック・ハリソン、ヤングがこの位置です。カルバート・ルイン、ロブで裏を狙います。チャンスになりそうだ。セーブした。キーパーのナイスプレー。選手を交代するようです。ボールを近くの味方へ。ボールポゼッションを失いました。インターセプトしました。チャンスになりそうだ。このシュートにキーパーは反応を見せません。明らかに外れそうでしたからね。エバートンの選手交代です。決定的なパス。うまいパス。これはナイスブロック。
ピンチをしのぎます。試合は同点のまま進んでいますが、ここはコーナーキックになりました。勝ち越しのチャンスを大事にしたいですね。ショートコーナーですね。さあ打った、これはわずかに上、シュートを抑えきれませんでした。ここでエバートンが選手を交代します。ここでボールはエバートンに。残り時間は20分です。ディフェンダーがここで食い止める。ここはじっくりとパスを回しています。狙っていた、ナイス、キーパーがよく集中しています。コーナーから中へ、コーナーは相手に渡りました。マイケル・キーン、ベト、終盤にチャンスが巡ってきたか。ここは勝ち越しゴールに結びつけたい。1点リードにできるか。どちらのゴールキーパーも素晴らしい出来ですね。評判通りですね。これはなかなかスコアが動かなそうです。相手のゴールキーパーがここぞという場面で最高の仕事をしましたね。もう勝ち越すチャンスは巡ってこないかもしれません。エバートンにファウルがあったようです。残り時間は5分です。ゴメス・ベトゥンカル、ポゼッションは相手チーム。残りの時間は少ないですが、エバートンが攻撃に出ます。ゲイエがカットします。味方の選手が寄ってきました。このプレーはオフサイドです。イドリサ・ゲイエ、マンガラ、前後半90分を戦い終えましたが勝敗がつきませんでした。延長戦前半のキックオフ。
ここからは先にゴールを決めたチームが勝者となるゴールデンゴール方式です。イドリサ・ゲイエ、ドゥクレ、ゲイエ、じっくりとパスを回しています。ゴールをこじ開け均衡を破りたいところ。オレルマンガラ、思い切って打ってきましたが、これは枠の外、ちょっと入る感じがしませんでしたね。うまく読んでいましたね。ドゥクレ、マンガラ、ここに通してきた。このロングシュートは決まりません。キーパーがポジションを外していないとあれを決めるのは難しいでしょうね。そもそもコースに行ってないので問題外ですが、これはパスミスでしょう。キーパーからのボールは相手に渡ります。アブドゥライエ・ドゥクレ、中央へのクロスです。これで1分アディショナルタイムが追加されます。延長の前半が終わりました。スコアは未だ同点のままです。このパスを活かせるか。シュートだ。これはキーパーがセーブします。アブドゥライエ・ドゥクレ、いいパスだ。ドゥクレ、キーパーがセーブ。試合は未だ同点のままです。キーパーの頑張りに攻撃陣も奮起してもらいたいですね。時間もありません。なんとか勝ち越したいエバートン。攻めます。主審がファールを取っています。フリーキックになります。延長戦の残り時間は5分です。ゴールを見る。
あの距離でシュートを打たれるとキーパーはどうしようもないですね。あそこで打たれた時点で勝負ありでした。